ビーチフラッグ対決を行いたいと思います。いいやん、海でやるにはぴったりの競技やね。でしょでしょ、リン、今日のために旗を手作りしてきたんだ。じゃーん、わー、旗に猫さんの絵が描いてある。かわいい。ほんとね、水平さんの帽子をかぶっていてすごく夏っぽいわ。周りに書いてある貝殻とサンゴも海らしくていいね。あ、そうだ、せっかく勝負するなら優勝者には何かご褒美をつけるっていうのはどうかな。いいじゃない。じゃあ優勝者のお願いを何でも一つ聞くっていうのはどう。え、面白そう。リン、何をお願いしよっかな。気が早いわね。何でもって、とんでもないお願いをされたらどうするのよ。マキの言う通りです。特にほのかは何を言い出すか分かりませんし。あれ、もしかして二人とも勝つ自信ないの。誰もそんなこと言ってないでしょ。そうですよ。私ちゃんとできるかな。心配ないにゃ、リンがカヨチンのために優勝してみせるから。リンちゃん、じゃあ私もリンちゃんのために頑張るよ。決まりだね。それじゃあまずは3人ずつに分かれて予選をやって、その後勝った人同士で決勝戦にゃ。組み合わせはくじ引きで決めるよ。はーい、みんな引いて。えい、おー、2チーム目の勝者は小鳥ちゃんだ。やったー。あと一歩及ばなかったね。もうちょっとだったのに。かよちんどんまい、リンがかよちんの分も決勝で頑張ってくるにゃ。うん、決勝戦リンちゃんのこといっぱい応援するね。1チーム目はリンが勝利して、2チーム目は小鳥が勝利。残る1チームは みんなの戦いを見ていたら私も熱くなってきちゃったわ。悪いけど本気で行かせてもらうわよ。それはこっちのセリフよ。はい、私だって負けるつもりはありません。それじゃあ3人とも位置について、よーい、ドン。はっ、はっ。おー、3人とも早いんや。これは誰が勝つか楽しみやね。海ちゃん、エリちゃん、マキちゃん、頑張って。今よ、もらったわ。私だってさせません。